皆さんこんにちは、参議院議員の藤木真也でございます。全国比例区の選出で、出身は熊本県です。私は、政治家、議員になる前は、熊本県で一農家として、農業経営を、やっていた人間でありまして、牛肉用牛をですね、1000頭近く飼っております。あと水田でですね、米麦大豆を、生産している農家だったわけですが、私の場合、今日ですね話していただきたい内容ということで、政治家を目指した理由とそのためにどのような努力をしたかというようなですねお話に関してはですね、若干他の先生方とは違うのかなというような思いを持っております。特に急にですね、私の場合は、議員になれとなりなさい、なりませんかというですね非常に強いご要望がございまして、一日で決断をしろというようなですね非常に酷なお話の中からですね突然、選挙に出るという流れになりました。当時、熊本県のちょうど熊本市自身のですね、震源地になりますけども、JA 上益城という農協の組合長をやっていまして、その県内のですね組合長会議の中で突如、2日後に全国の農業者政治連盟の、公募の締め切りがあるという、2日前の会議でですね突然、このような話が出てまいりました。はっきりと私は出ますという返事をした記憶がないわけですが、周りの方が勝手に誤解をされたといいますか、そのような判断をされてですね、あれよあれよといううちに担ぎ出されたというようなことでございます。選挙を戦う上でもですね、一切この選挙に関して経験がなかったという私でありますので、非常にこう不安の中で選挙戦戦ったなという覚えがあります。特にこの全国比例という非常に選挙区の広い、全国を股にかけて選挙を戦うわけですので、非常に難しい選挙だと言われる中で、素人の私たちがですね、本当にこう行き当たりばったりの選挙戦を繰り広げたということであります。そして、現職の組合長をやりながら、選挙活動を行うというですね二足のわらじを、7ヶ月間、極端に言えば7ヶ月間はですね、二足のわらじの状態の中で、過ごしてまいりました。4月、選挙が7月というですね直前の4月に熊本地震が発生をして、現職の組合長でありまして、1万名近い組合員さんがいらっしゃる中でですね、やはりこうその組合員さんの生活を守らなければいけない、またいろいろなですね、お手伝いを しなければいけないという中で、一時、選挙活動もですね中断をするというようなハプニングも、ありました。全国の、農協の皆さん方にはですね非常にこうご迷惑をおかけする形の中で、選挙戦を進めさせていただいたということがあります。そして、小さいですね地元の選挙にはですね、それなりにお手伝いをさせていただいた経過ありましたけれども、この全国の、選挙を進める中で非常にこう難しいなと思ったのが、やはりこういろいろな地域で地域地域のですね特性があるというところがですね、県域の選挙であったり、その選挙区の選挙であったりというですね選挙戦とは若干違うところがあるなというのを感じました。特に、冬場、私の場合九州ですのでほとんど雪があるという想定がない中でですね、やはりこう冬場に北海道であったり東北北陸そういったところに行くと、思ったようなですね、活動ができない、雪によってですね、車が思ったように進められないというようなこともあったしですね、はたまた、同じ農業といいましても、冬場私たちのところではですね施設園芸が非常に盛んに行われていますけども、やはりこう東北の皆さん方はもう雪の間はどちらかというと加工とかそういうことをやられるような地域でありますので、そういう方々と
同じようなですね、土俵で一つの農業ということをくくりながらというですね、選挙戦が、戦えなかったというですね、非常に、難しい選挙をやったなというのがですね、私の、経験上ですね、感じたところであります。そして先ほどですね、私は丸川広報本部長をインタビューさせていただきましたけども、その時にもですね言われましたけども、一人一人の方にやはりこの握手を持ってですね、自分の、気持ちを伝えていくといいますか、そういうところにですね非常にこう心がけたなというふうに思いますし、よく先輩の議員さんから言われるのがですね、握手をした数が、投票につながるんだということでですね、非常にこうその握手をするということと、また頭お辞儀をするということがですね、初めての経験の中ではびっくりするほどですね、毎日毎日何千人という方とですね握手をした中で、感じたところでありました。そして、政治家として、感銘を受けた出来事といいますか、エピソードをということでありますけれども、当選をしてちょうど3年目のですね、9月に私は参議院の国会対策委員会の副委員長を、の職をですねいただいたんですけども、その時にですね、臨時国会の終盤で入管法がですね審議をされました。非常に野党から反対を受ける中で、委員会が進められて いまして、国会をですね運営する国会対策委員会としてはですね、この法務委員会をうまく切り抜けなければいけないという中でですね、その日は非常に朝から緊迫した中で、時間が過ぎておりました。最終的にですね、若干の乱闘といいますか、そういう状態になったんですけども、とにかく私たち委員としてですね、法務委員長さんをお守りして、しっかり議事を進行していただいて採決まで持っていっていただくという中でですね、野党の先生方が手を出してこられるのをですね、どうにか体を張って法務委員長さんをお守りしたということがありました。その委員会が終わってですね、無事に終わって、国体の部屋に帰ったときにですね、委員長さんか委員長はじめ多くの先輩議員の方からですね、おい藤井君、お前体がでかくてよかったな、体力がありそうでよかったなというですねお話を受けたときにですね、いや国会議員っていうのはこういうこともあるんだなというのをですね、しみじみと感じた一幕もございましたし、当選をしてその年の冬にはですね、TPP の法案を可決するという非常に私にとっては厳しい判断をしなければいけないことがございました。その日の朝まではですね、私はその日その採決の時は欠席をさせてくれというお願いをしたほどですね、やはり農家の皆さんにとってはこの TPP の合意というのが非常にこう今後の経営に大きな影響を与えるということでですね、私としてはなかなかこれに賛成ができないという立場が、私たちの業界にはですね強かったです。特に団体からもできれば反対をしてくれというような形の中でですね、なかなかこう反対はできませんけども、最終的に、私の判断はですね欠席でどうにかやれないかなというような思いがあったというのがですねありました。最終的にはですね、いろいろな、方々に直接ですね話を、されまして、組織とも相談をしてですね賛成に回ることに、決断をいたしましたけれども、非常に私としては重たい、その時の、法案というのはですね重たい決断をさせられたなというところはですね、政治家として自分の思いだけでですね、動けないんだというようなところもですね初めて経験をさせていただきました。そして、昨年の9月からは、農林水産大臣政務官を、拝命いたしまして、1年間、農林水産省の中で仕事をさせていただきましたけれども、運良くといいますかたまたまになりますけれども、
江藤大臣が、大臣職としてお付きになられて、非常にこう農業についてですね、見識の高い大臣が、私の上司として、いらっしゃいまして、いろいろな面でですね、いい勉強させていただいたなと思います。特に、昨年はですね、皆さん方おそらくトンコレラと言った方がいいんでしょうけれども、豚熱がですね、非常にこう全国的に蔓延する中で、野生イノシシが、この病原菌をですね、各地に、ばらまいているというか、そういう中で、ワクチンを、打ちたいと言われる農家の方と、このワクチンを打ってしまえば日本の、豚肉自体がですね、やはりこうワクチン接種国という扱いの中で輸出がしにくいというですね、非常にこう選択を迫られた時期でありましたけれども、党としてはもうできるだけ打たないというか、もう打たないで、どうにかこれを乗り切ろうという考えがある中でですね、ちょうど就任をした翌日だったんですけども、関東地方でこの野生イノシシにですね、陽性反応が出たということで、夕方、緊急に対策本部が開かれて、その場で大臣がワクチンを打つというですね、判断をされました。党と、役所の間に立ってですね、その調整をする1週間ぐらいというのはですね、本当にこう寝る間も惜しむといいますか、それほどですね、厳しい駆け引きを行いながら、最終的には党に、ご理解いただいてですね、ワクチンを打つことになったんですが、この時の大臣の判断をされる姿とかですね、これを推し進めていかれる時の姿というのは、本当に私は、政治家として、自分の思いで決断をしていく時にですね、これだけのエネルギーがいるんだなというのは、本当に直近で目の前でですね、見させていただいて、いい勉強させていただいたというような思いを、持ってございます。全国の塾生の皆さんや党員の皆さんにお伝えしたいことということがですね、もう一つ、書いてございますけども、私としてはですね、本当にこう地方議員の経験もない中で、国の一番最高議決機関である国会に、入ってきたわけでありまして、やはりですね、相当、もう議会用語もわからない中でですね、もう手探りでスタートをしたという思いを持っております。やはりこうできれば秘書の経験とかですね、市町村議会の、経験とか、県議会の経験とか、少しでもですね、そういう経験をして、議会の流れというのはこういうもんなんだなというのをですね、少し分かった中で、スタートされるということと、もう本当に私のように何も分からずに来たのでは全然違うなというのをですね、やはりこう最初の1年2年はですね、毎日が勉強で、大変だったなというのがですね、私の正直な気持ちです。できればですね、少しでも、何らかの形でですね、この政治に携わるというのは非常に大事なことなんだなというふうに思いますし、議員になってですね、一番思うのはですね、なんかマスコミを見ているとですね、議員は何もやってないようなですね、そして夜になったらおいしいご飯を食べたり宴会を毎日やってというようなイメージがあるかなと思いますけれども、本当に日々勉強をされているなというのがですね、私の、議員になっての、一番の、驚いた点です。もう朝8時にはですね、この党本部で、いろいろな政調の部会が開かれたり、議連が開かれたりあります。朝食、弁当なんですけども、食べながらですね、1時間前後の、そういう、勉強会であったりというのをですね、毎朝のように行いながら、9時からまた9時半から10時からという国会の日程に合わせてですね、それぞれの、会合が持たれるという、非常にこう、タイトといいますか、そういう日々をですね、毎日毎日ほとんどの先生が送られているというのがですね、なかなかこう外に向かってですね、発信されていないなというのをですね、
議員になって初めてですね、私は、気づいたなというふうに思います。たまにはですね、夜遅くまでということもありますけども、私はどちらかというと議員に なる前ですね、生活をしている時と、議員になってからの生活というのはもう本当に変わったなというのは、早寝早起きになって、本当にこうもうどんなに、お酒を飲んでも、9時半から10時ぐらいにはですね、部屋に帰っているというような生活を今送っています。熊本での生活がですね、楽だった反面、こんなに、真面目に生活しなくてはいけないのかなと思うほどですね、変わった、この4年間だったと思います。いろいろとですねお話ししたいことはたくさんありますが、大体ですね、私これ20分程度ということになりますので、この辺で終わらせていただきますけども、ぜひですね、志を持って、こういう世界に入ってこようという、皆さん方がいらっしゃるようであればですね、ぜひ少しぐらいですね、インターンシップを使ってとか、秘書さんになってとか、そういう経験もですね重ねられながら、地元の先生方の話、いろいろな議員の先生方の話等々聞かれてですね、そちらに向かって、努力をされるということは必要なんじゃないかなというふうに思います。ぜひ志を持って頑張って、特にですね政治家になるということは選挙という大きな、壁をですね一つ乗り越えて、来なければいけませんけども、ぜひ皆さん方には頑張っていただきたいということを最後にお願いさせていただいて、私のお話を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。